日大芸術学部在学中に制作したビデオアート作品で東京国際ビデオビエンナーレのグランプリを受賞その後映像はもちろん音楽や電子書籍の制作などメディアの垣根を越え国際的に活動する高城剛現在はコミュニケーション戦略と次世代テクノロジーを専門に 創造産業全般にわたって活躍のフィールドを広げている世界を駆け巡り常に新たな価値を探し求めるクリエイター高城剛高城が考える2035年の世界とは はい、こんにちは皆さん今日はようこそおいでいただきました「え世界を再起動」という大きなテーマの中で「2035年の世界」という、えー、お題をいただきました、えー、今日は僕が考える2035年の世界を非常にコンパクトにそしてせっかく多くの方にいらしていただいたので2055年の世界そして2075年ぐらいの世界までぜひご一緒したいと思っていますこの「2035年の世界」一昨年僕の本が出ましてですね まさに2035年というそのタイトルなんですがこれが東アジア全般で大きな反響を呼びましたえ今出版というのは日本だけで出すものではなくて多言語え英語はもちろん韓国語であったりとかもちろん中国語であったりとかいろいろな言語にまさに出版して出す作家としても非常に新しい時代になってきたと思いますさあその中でちょっと歴史的な復習をしてみましょう1975年ここから約20年間1995年ぐらいまで パご存知のアップルという会社は1976年の創業ですから約20年かけて非常にコンピューター産業が伸びていくわけですね。でこの95年に Windows95 というのが出ていわゆるコモディティ一般化していくわけです。でこの95年からちょうど去年今年ぐらいまでまさにインターネット革命が起きるわけですね。我々はそのど真ん中にいて毎日のようにきっと多分このイベントも多くの方は インターネットで存じ上げたのかもしれませんこれからじゃあ20年間どんなことが起きるんだろうかこれは簡単に言うとエクステンンネッットインターネットというやつです今までインターネットというのはご存知のように皆さんのデバイス例えばスマートフォンここに情報がいっぱい入ってきますコンピューターにいろんな情報が出てくるただしその情報というのは、まあ、ほとんど、まあ、デジタルの中で完結するわけですね例えば僕の本例えば音楽例えば映画これは完全にデジタルになります ところがわれわれの体はデジタルにはこれならないわけですね。世の中の大半のものはこれデジタルにはならないわけです。当然皆さんのお使いの多くのもの、例えば家電製品ですね、えー、多くのものになりません。えー、20年前のコンピューター、もっともですね、1975年から95年のこの時代のコンピューター、確かにコンピューターでしたが、この後にインターネット革命になって、ば、ま、っ、あ、とこうやって広がるわけです。世界中の情報が瞬時にやり取りできるようになる。でさらに、これからはわれわれの身の回りのあらゆるもの、 これがインターネットに接続されるわけです、えー、よく物のインターネット化とかインダストリー4.0とかいろんな言い方があります簡単に言うとインターネットが現実以外にどんどん拡張していくんですね、えー、本当にいろんなものですよ例えば冷蔵庫車、えー、掃除機、えー、扇風機ひょっとしたらここについているこういうライトあらゆるものがインターネットに接続してどこからでもその例えば洗濯機や、えー、冷蔵庫にアクセスして いいろろなことができる例えばその家の冷蔵庫にアクセスして牛乳がなかったら今買って家の冷蔵庫に直接デリバリーするような未来がこれから20年かけてやってくるわけですただし冷蔵庫の機能が変わってません所詮前言ってしまえばですね冷蔵庫は冷蔵庫ですネットワーク化になったからってそんなに便利かというとそうではないと誰もが思うでしょうこの新しいエクステンデッドインターネットの時代大きく変わるもの1個だけあるんですね この大きく変わるもの、センサーにこうやって、ずっとこうやって、家の中がセンサーだらけになって、人口の28倍センサーになったときに、一つ革命的に変わるもの、簡単に言えばそれは、空飛ぶものがこれから出てくるということです。われわれはよくドローンとこれを呼んでいます、ドローンというと、よく首相官邸に突っ込んだり、お城に突っ込んだり、大変です、今まで空を飛ぶということは考えられなかったんですね。 冷蔵庫の機能はネットワークにににながっても、まあ、確かに便利になります。でも、冷蔵庫は冷蔵庫です。しかし、あらゆるものが空を飛び始めたら、いったい世界はどう変わるでしょうか、えー。これは実際に僕が去年の夏、沖縄に行ってきた映像です。わずか数万円のドローンを持って旅行に行きました。今までとは全く違う、だってカメラが飛ぶわけです。5年前、カメラが空を飛ぶって誰が考えたでしょうか。あらららゆるもものがひょっとししたらこれれかか空を飛ぶかもしれない。 ただの,その、えー、沖縄旅行です、皆さんもよく行かれると思います、今はスマホできっと撮ってらっしゃいますね、あひょっとしたらいいカメラお持ちで、眼レフで撮ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれない、ビデオカメラで撮ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれない、でもカメラはここ1年で急速に飛び始めたんですね、ひょっとしたらあらゆるものが飛ぶかもしれない、それが拡張するインターネットの最大の大きな革命の一つです、今までとは全く違う視点で撮れる。だってこういうういい映像っていうのは 当然地上からは撮れません、えー、スマホのカメラ年々、ねねねねね、ピクセル数が上がって綺麗になってますねビデオもそうですでも空は飛ばないわけですねあっという間に世の中が変わるわけですこの空飛ぶカメラはここ12年ぐらいでしょで当然ながら、えー、ビデオも空を飛び始めたわけですね今までフォームビデオを撮る、まあ、もちろん最近だったらスマートフォンでオームビデオを撮りますでも飛びませんじゃななんんででこんなにここに年で空を 突然カメラが飛び始めたたのか今何度も言ったスマートフォンの部材が安くなって全部ドローンに置きかててんます。例えば皆さんのポケットに今 GPS きっと入ってらっしゃいますスマートフォンカバンの中に入ってらっしゃる方いらっしゃるカメラ、ね、まさにスマートフォンカメラついてますね何度も僕言いました全く同じ部材電子コンパス多くの部材がそのまんまプロペラをつけてここに映ったんです。 簡単に言えばドローンというのは簡単に言えば空飛ぶスマートフォンです、えー、コンピューターのどんどん小さくなっていってノートパソコンになってスマートフォンになったところがそれがいよいよ飛び始めたすなわちドローンというのは空飛ぶスマートフォンそのものなんですねでこれは決してスマートフォンドローンだけではなくてあらゆるものがこれから空をもしかしたら飛び始めるかもしれないだってカメラが飛び始めるなんて23年前誰も考えませんでしたよ でも今は現実に起きているそういうことが起きているんですねこれから何が起きるか分からないもう一度コンピューターの図を見てください我々はつい最近まで例えばフォトショップネットワークつながってなくても使いますエクセル使いますしかしメールやブラウザーや多くの例えば楽天やアマゾンで買うということはネットワーク化したコンピューターじゃなければこれはできませんでしたさらにこれからはその先に多くのネットワークの延長線にドローンがやってきます今僕は 写真を見せましたドローンで撮った写真でで、ね、ですすね手動もこれからは人の手が一切入らないサーバーが直接動かしてあらゆるところを飛び交うようなドローンの世界がやってきますアマゾンをはじめ多くの会社はドローンを使って宅配をすると言いましたでも本当にそんなもんでしょうか例えば93年にインターネットの話をしても誰も知りませんでした アマゾンもヤフーもグーグルもない時代ですドローンというのはまさにその時代今まさに93年のインターネットの時代と非常によく似ていますグーグルもヤフーもアマゾンもない時代ですこの梅北広場に今何人いるかこれ分かりませんしかしドローンが来てサーチエンジンのようにサーチすれば今ここに何人いるか分かるわけですねすなわちドローンが現実世界のサーチエンジンになるわけです グーグルが調べられるって言っても、所詮はネットワークの中だけです。いわゆるサーバー、サイ,サイバーの世界だけ。ところが、現実世界にサーバーの目が勝手に飛び始めれば、われわれはありとあらゆるところで、今、震災橋に何人いるか、上空から調べられるわけですね、緑の服着てる人、ひょっとしたら代わりに買い物に行ってくれる可能性もまあ十分あるわけです。いよいよインターネットというのは、重力に挑戦するわけです。 我々のインターネットというのは基本的には無重力、非重力の世界です。さっき言いました、全部デジタル化できるものがインターネットを往復しているとところが、これからはデジタル化できないもの、まあ、コーヒーでもいいですよ、洋服でもいいデジタル化できないものを見に行ったり取りに行ったりすることが、まあ、簡単に言えばできるわけですね。これがまあ簡単に言えばこれから20年間起きる大きな重力、インターネットそのものの革命です。これを物理的な今度は空間に置き換えてみると ちょうどこのハイスピード高速で動くゾーンとか下の方ですね6 1ー以下、これ Amazon が作っている図ですけども街中を低空飛行そし,てしかし遅くこうやって飛び交うわけですね。これがなぜいいかというとね、ここはいわゆる利権がないんです、一切、新領域。例えば我々がここでビルを建てようと思ったらいろんな規制があるわけですね。ここを建てちゃいけないとかいろいろうるさいわけです。法ここここれも大変ですねところがこことろいうのは ほとんど手つかずの新ジャンル新しい空間ですこれが今一気に開発されました当然規制も出ます、えー、しかし我々は規制と戦いながら新しい領域まるでインターネットが始まった時のようにこの新しい領域に対して新しいビジネスや新しい生活の楽しみをまあ簡単に言えば見出すことができるわけです言い換えればスマートシティですセンサーが街中に埋め込まれます めきたっって言ってて言もどれれくらいスマート化されてるかか僕正直分かりませんただしこれからは街中にセンサーが埋め込まれてドローンが飛び交うじゃあこれが何がいいのかっていうと便利じゃないかそうではない実は誰がどこで何をしているか分かるわけですねこれ大変ある意味怖いことですしかし考えてください10年前に GPS が皆さん全員のポケットに入る未来を考えてくれって僕がここで言ったらきっと皆さんは ちょっとと怖いなと思うでしょうしかし今は誰もがポケットに GPS を忍び込ませてます未来っていうのはやっぱり常に怖いものですどこかで決してバラ色ではない怪しいバラ色だと思っていただいた方がむしろ僕は本当の未来だと思うなぜなら世の中は決して綺麗な未来だけではないからですねこのスマートシティ街中にセンサーが埋め込まれて誰がどのように分かっているとなぜいいか その人に対して適切な情報を簡単に言えば広告が打てるようになるわけです。この人はピザが好き、この人はイタリア料理店によく行くからピザが好き、パスタが好きに決まってる、この人は家電屋に行く、よく行くということはその人向けに家電の広告をいっぱい打つわけですね。テレビというのは誰が見ても分かりません、誰が見てるか分からないわけですね。僕が資生堂の化粧品の広告を見ても、まあ、はっきり言えばそれは面白くないわけです。えー、広告を出す側からしてみたら無駄です。しかしか 確実にその人に届けることができればこれは広告主としては非常にありがたいメディアになるわけですねこれが現実世界で確実に把握できるようになるすなわち街そのものがメディアになるということですえ日本というのは世界には本当に先端の簡単に言えば土建大国ですどんどんいろんなものが立ちますその中でよりスマート化した地域だけが生き残れるこれがこれから20年かけて起きることですさあ 今ここには小さいドドットのようなドローンが飛んでますカメラが空飛ぶんだから、うん、モニターが空飛ばない理由はありません。今僕はここ183インチでここで説明しています。プロジェクターですよ。でもね、その空間、外の空間にいきなりモニターが現れるんです。よくバーチャルリアリティという言葉があります。ところがこれからはリアリティがバーチャルになるその普通の皆さんがいるリアリティすなわちこの辺が情報空間になるわけですね。 これは別にその空間そのものではなくて今までそんなところが情報化しなかっただろう例えば車の中です車のフロントガラスというのは前を見るためにありましたしかしそれが半透明になってそこが情報空間になるあらゆる空間が情報化するそれがこれから20年かけて起きること当然ネットワークにつながっていますエクステンデッドインターネットというのはただ洗濯機や冷蔵庫にネットワークがつながるということではない我々が 考えつかないようなあらゆる空間に情報が行くというのがこれから二十年かけて起きることですじゃあ一体その中でどんなどんな物体やどんなディバイスがまさに皆さんがお持ちのスマートフォンのように皆さんスマートフォンで朝きっと起きてらっしゃいますでもこれからは今まで今今今日の時点では何と呼ぶかわからないものによって起こされるかもしれませんそっと窓が開いててそれが本当に未来かっていうセキュリティの問題はさておいて そっと窓からやってきて謎の物体が皆さんを起こすようになるかもしれない今は確かにドローンと呼ばれてますがちょっとドローンとも違うスマートフォンが出る前まではスマートフォンなんていう言葉を誰も知りませんでした未来の新しいデバイスというのはまだ名前がありませんだから未来なんですでもそれは何だかわからないでも確実に来る未来ですその新しくやってきたデバイスと僕らは話しますひょっとしたらコーヒーを持ってきてくれるかもしれない朝起こしてくれる 今日は梅北に行かなきゃいけないとか、なんだなんだっていろいろ教えてくれる新しいデバイスが空を飛んでやってくるわけですね、そんな未来なんてそう簡単に来るわけないじゃないかと、10年前、スマートフォンを、えー、きっとここで話したときには多くの方が言いました、えー、当然そうです、かつてパーソナルコンピューターというのは、机に座ってそこから動かせないものです、ところがノートパソコンの登場によって、パソコンを動かせるようになるわけですね、どこでも。 どこででも仕事ができますノマドとか言ってますがもうこれ20年前の話ですねそれからあっという間に小さくなってポケットに入るでもそんなものがゆっくりと飛び始めるこれがこれから20年かけて起きることですエクステンデッドインターネットは最も革命的なのは空を飛ぶということですただし規制は絶対にあるわけですね一つかつて18世紀の事例を言うと赤旗法という法律がイギリスでありました えー、イギリスというのは当時産業革命のメッカで世界最先端の国でした、えー、自動車産業が立ち起こったわけですねところが信じられないことにね自動車を街で走らす時にはその前に人が歩いて赤い旗を持たなければ危ないということで信じられないですよね人が歩く速度より遅い速度じゃないと自動車っていうのは走ってはいけなかったんですこののイギリスの赤旗法によって モータリゼーションはイギリスで始まりませんでしたドイツやアメリカにモータリゼーションを持っていかれちゃったわけですね規制がその国の産業そのものを伸ばさないということが非常によく分かる例です我々は本当に今未知の物体そのものに対して規制もっと言うと心の規制を持っていいんでしょうかこれをもう一回今考えなければいけないと思っていますさあ エクステンドインターネット、今大きく話しましたインターネットが拡張されてグラビティ、重力に挑戦するこの間に大きい3つの革命がありますまず僕は今ドローンの可能性グラビティの可能性を言いました R、ロボティクスですロボティクスの革命が今確実に起きています大きな、まあ、これは社会革命でつい先週のニュースではついに小説を書くようになったと言ってますね僕も多くの本を出しているので大変困りますがひょっとしたら20年後は小説を書くようになるかもしれない僕は音楽を作ると思います 音楽ソフトは大変高機能になってサンプリングしてどんどんコンピューターが作った音楽コンピューター自身がですよ人間がコンピューターを使って音楽を作るのがコンピューター自身が音楽を作るようになるそして僕は小説の話しましたけど ハリウッドの脚本のほとんどというのは実はアプリケーションで書かれてるんですね。えー、内緒ですけど、主人公がこうあったら次はこうだこうだというストラクチャーがいっぱいあってコンピューターが直してくれるんです。ですから、コンピューターが小説学というのはまんざら嘘でもないかもしれない。そして、この R、ロボティクスの革命の後に来るのが簡単に言うと N、遺伝子えー、ナノテクノロジーです。で、最後に来る G、これが遺伝子工学です。この RNG という3つの革命がこれから20年間、我々の日常に そっっとやってくるわけですねロボット、ナノテクノロジー、そして遺伝子工学、この3つです、これが20年間 AI と一緒になって、そーっと我々の日常を徐々に徐々に変えていくんです。さあ、そしていよいよこの後エクステンデッド・ヒューマン・ライス、もうそろそろこの20年で死なない人間というのが出てきます。まあ、死なないというとちょっと語弊があるかもしれません。寿命が200歳 我々のこの身体というのは実は150年持つと言われているところは駆使するわけですねまあ変なもの食べたりとかまあどうしようもなくて駆使するからどん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 寿命が減っていくでも本来的には150年区体として持ちますしかも RNG の3つの革命が起きたらこれは当然どん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 寿命が伸びるわけです実際にアメリカでは150歳まで生きる人間が いつ登場するのかというときにそれは、えー、2030年代と言われています、おそらくそうです、今120代、130代の人たちがこれからどんどん,どんどん出てきますが150歳を超える人間が史上初ですよ、もちろんついに登場するのがあと10年ちょっとです、これはもうすごい話ですね、これは恐ろしい話です、ね、当然その後に来るのはここ2045年ここねシンギュラリティっと言われています。 これはグーグルの AI の開発,開発者の責任者であるレイ・カーツウェルというのが唱えている話で全人類の知能を合わせたものよりコンピューターの方が簡単に言うと AI が上回るということですね人間がもう勝てないというわけですえレイ・カーツウェルはえ大脳進質という割と人間の進化論で言うと新しくできたところを完全に再現しようとしていますまあ簡単に言うとコンピューターが理性を持つということですねそれまであと少しですコンピューターが理性を持って のの全部の知能を合わせたり怖いですよねそんな未来までがおそらくほとんど僕も含めた皆さんが生きてる間にやってくるこれがおそらく2045年です当然ながら人口も増えます、えー、だって長生きする人いっぱい増えるからですよねただし我々は今6万5000年ぶりの新しい進化の過程にあると僕は正直思っています AI が 全人類の知能を超えるといっても、所詮、今の僕らのクローンです、簡単に言えば、われわれの今、今、狂言在の脳っ,ってほとんど3%から6%しか使ってませんから、それをシミュレーションしたものを AI が学ぶ間に、僕らはさらに進化することが、いよいよ6万5000年ぶりに可能になってきたと思うわけですね。人間というのは、基地が訪れれば、これ進化するんです。 10万年前、我々のホモ・サピエンス、まあ、競技のホモ・サピエンス以外にも多くの人たちいました。ちょうどサイレンになってますね、危機だからね。クロマニオン人とかネアンデルタ人とかいっぱいいるわけです。その中で我々の種族だけが生き残ったんです、ね、10万年前に。で、アフリカ、おそらくこれが現在のエデンの園じゃないかと言われているところから、6万5000年前に、航海を出て、ユーラシア大陸やアジアに広がっていくわけです。これが我々の、えー、まあ簡単に言えば先祖です。アフリカは当時、 大きな気象変動があってこれがもう大変なことになって奪い合いになったところが我々はアフリカを出て外に向かったんですね進化したわけです、えー、この今燃えてるグラフこれ簡単に言うとね地球のバイオキャパシティもうね地球ってね容量を超えてるんです国連の発表だとねおそらく2050年には100億に近くなるわけですねもうキャパシティ完全に超えてるこれどうすればいいかっていう回答は誰もない もうあの環境問題でいうと2020年にはポイント・オブ・ノー・リターンもう戻れないところまで来るわけですね危機が迫ってるんですよ、本当に我々の人類全部です大阪を頑張るとかそういうレベルではなくて地球をどうにかしなきゃいけないところまで来てるわけですじゃあこの後一体どうなるのかついに我々はエクステンデッド・ヒューマン・ライフの後にエクステンデッド・プラネットというのを考えなきゃいけない時代にやってくるわけですねだって地球のキャパシティいっぱいだからですかつて人類が えー、非常にそのアフリカから出た6万5000年、これ危機、アフリカに今危機が訪れるわけですね、大変なことがお訪れます、気象変動、これ、物は取り合う、大変だ、だから、アフリカのわれわれの祖先はほとんど滅びて、わずかアフリカを出た数百人だけが、今日70億人を超えるわれわれの先祖です、だからもう一度我々、われわれはひょっとしたら、この惑星から出ることを考えなきゃいけないかもしれない。 それはひょっとしたら宇宙に行くことかもしれない分かりません分からないそれはえー、梅北が火星にできるかもしれないそれは分からない全然違う次元が変わること物理的に宇宙空間このエクステンデッドプラネット地球から出ることではなくてバイオキャパシティがいっぱいになって地球がもうやばいという時に出るんではなくて次元を変えるようなことが起きるかもしれないこのピンチの時に これをチャンスに変えるすなわち今我々は6万5000年ぶりの進化のチャンスにいるわけですこれは僕も含めて全員です我々は今進化これはテクノロジーじゃありません人間のメンタルの問題ですね今我々はもう一度危機だということを認識しなければいけないだからこそ10万年前6万,万5000年前に次に久しぶりにやってきたヒューマン3.0に行く 進化のタイミングなんかですね AI なんてもう目じゃない人間の仕事をどん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 持っていってくる我々は今の我々のコピーをしている AI に興味ないなぜなら我々がはるかに進化するわけですでもその時に赤蓋を振って自分の可能性を閉じてはいけませんこれはテクノロジーだけの問題ではないあらゆる自分の可能性を閉じずにどん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 果敢に挑戦するどうやって進化するのかこれは具体的には僕にも分からない あらゆることを検討しなきゃいけないひょっとしたらテクノロジーに頼るんではなくてもっと人間の本質に変えることかもしれないわからないこれはなんだかただ我々は進化できるという可能性を2035年この20年の間に一人でも多くの人に持っていただきたいと僕は思っています、えー、最後でございましたがご清聴ありがとうございました、えー、2035年新しい皆さんとお会いできることを楽しみにしてます今日はどうもありがとうございました